77回目の夏。もう戦争その頃はもう考えたくない。まあまたもういっぺんひどいの追うとるから、もうこんなことは二度と起こらないようにもう願っとるばかりですね。安田重治さん101歳。1942年20歳で陸軍に入隊し、旧満州で終戦を迎えました。投降して捕虜となった安田さんを待っていたのは極寒の地での強制労働でした。シベリア抑留です。終戦直後、満州から旧ソ連に連行され、満足な食事も与えられず過酷な労働を強いられたシベリア抑留。投降した日本軍捕虜や民間人およそ60万人が各地の強制収容所に入れられました。劣悪な環境の中労働を強いられ、およそ6万人が命を落としたと言われています。これが問題の宿舎や。ロックハウスにてね、重労働とその食料の栄養失調、これとかもう語らってるわけだから、もう死んでいくわけ、弱い棒は。4年前、平成が終わる最後の夏、当時安田さんが優しいニュースで語ってくれた記憶がありました。自分で今まで一緒におった友達が死んでしょうってのか、なんかってかわいそうやね、普通だろけど、誰もそれはかわいそうやない。まして、その人が着ていた衣類を全部剥がして、裸にして、零下30度外へ降り出すわけ。ほいで、その人が着とった服やら全部みんなで分けて、みんな着て。あれから4年、同じ質問を投げかけてみました。家内と向こうの病院もなければ医者もおらない。何の治療をしてくれ。病気だったらそのまま倒れたらそのままもう死んでいく。それは死んだら失われ、もう兵隊のため限界な人はそこに掘り出してね、ある程度集まるとどうかと、どうか遠いと全部脱いでね、裸して掘り出す。で、衣類も大丈夫、子宮がないからね、やっぱ残った僕がそれを分けて。生きていくために死んだ仲間の衣類を分ける。101歳を迎え、体力、記憶力が衰えた安田さんにとって忘れたくても忘れられない戦争の記憶です。先生意外と死んだ言ったんやけど、もうかわいそうというぐらい、その当時はどうしようもないって。3年にわたるシベリアでの強制労働を生き延び、ようやく日本に帰ってきた安田さんは地元舞鶴で長年にわたり平和への願いを伝えてきました。令和の時代になり100歳となった安田さん、突如起こった旧ソ連ロシアによるウクライナへの侵攻に、安田さんはシベリアでの記憶を重ね合わせます。絶対大反対、まあどっちがどう悪いか分からんけど、ソ連が戦争を仕掛けるのはもうおかしいやけど、あれはあこひどい目を負うとるじゃねえ。言われる人は戦争しても負けても絶対言えることはない。どっちも昭和、平成、令和と激動の時代を生きてきた安田さん、今日の終戦の日を迎え伝えたいこととは。戦争だけはもう二度と起こしてくれるなと、どんなことがあっても
それを願うだけですわ。で、戦争していうことは一つも残ってる。終戦から77年が経ち、あの戦争の記憶が歴史に変わろうとしています。かろうじて肉声を聞くことができる今こそ、私たちがその声をどう受け止めるのかが問われています。